明るすぎて見えへんかな、だいぶ見えるようになった。これでも
本当はさ、一番明るいやつがちょっと映りがよくない。はい、それでは次の曲に行こう。福田さん、
っとあの僕の衣装だけちょっとあの特別値段は一緒なんですけど、あの勝負して2年目ですかね、あの全国大会にね行ったんですよ。ほんならその当時の校長先生が喜んでいただいて、であのトラックをね買っていただいて、2年目行った時にこのサッカーの衣装を当時は160人ぐらいかな、ちょっと作っていただいたこれで、どん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 増えてきて、ちょっとあの衣装がならなくなって20着ぐらいまた新たに作らなかったの で作ってもらったんですよ。なかなかいいでしょ、これもめちゃくちゃ帽子とこれと下で1万8000円いっちゃう、まあ、当時なかなかね、これもこの予算がだいぶあったんでということで、でまあちょっとあのタレントから相手に10着を余分に作るときに、まあ、せっかくやったら1着ぐらいちょっと色変えようかみたいなことになって、ちょっと僕のやつがね高評価があるんですが、値段は一緒、はい、よく響くホールなので、ちょっとこれ静かな曲を持ってたんですけど、意外とうるさかったというか、次に試します。Thank you.
カリクエスト。Thank you.
日はやっぱり土曜日なので、ちっちゃいお子さんもたくさんいらっしゃるので、もしよかったら、田中さんの曲を知ってた知ってる、またのお母さんのってやつ、知ってる？あ、その辺いっぱい出るわ、ちっちゃい子。あ、前に座ってくれていいよ、ちっちゃい子。小学生はそこに座って、前に来て座ってもらってもいいので、どうぞ。30分しかないんで、そこも前で座ってもらっていいんだけど、子供の人も座ってるんですけど、あの小学生の方は前の方に来て座ってもらっていいですよ。どうぞ。なんか嫌がってる。どうぞ。
ペンションフェリーっていう、これは毎年竹内まりやさんのね時で、必ずこのクリスマスシーズンにケンタッキーフライドポテトの店舗席で、街からね、たまに、あ、ケンタッキー、え、こんな部屋を見た、あ、フライドポテト、ケンタッキーフライドチキン、フライドチキン、なんか部屋を見ました、すいません。そうですか、ね、今日は土曜日、明日も日曜日、ね、そう、明日、ゆっくり行ったら、めちゃ雪降ってるらしくて、トラックの鉄道車、大変なので、もう先ほど、この間、福井行くわ、言ったら、ちょっと大変だと言いながら、心配してたら、運転していただいている皆さんが、もうまたトラックね。何タイヤ？スタッドレスタイヤ。あれ、12本。ちょっと書き換えてくれはって。すごいねー。ああ、これで完璧みたいな。明日、届けられるんですけど。ちっちゃい子がたくさん今日は来てるので、せっかくなので、ちょっと技術のちょっと動画やろうと思います。Thank you.
一つ付きで、タイル付きなんですけど、あのちょっと顔がね、ちょっと見にくいからね、あの大丈夫かな、やっと前来た、後ろ入ってたら前が見えへん、いけるか、大丈夫かな、もうちょっとなんか膨らませたんだ、それもドラマぐらいちょっと隠させたんだ。はい、じゃあ全員揃ったところでセンターの方に回してみます。ワン、ツー、ドー、ソッ。Thank you.
ありがとう。来週あのディズニーの方からセカンドミュージックジャパンのディズニーさんから新曲を録音をしてほしいということで依頼があって、5曲を進めるんですよ。スムーツとライオンキングと、ロードルダムの彼とヘリポリスとなんかわけわからないけどな、5曲をちょっとやるんですよ。はい、
甲子園で今度ね、3月きっとあるかなと思いますので、それを見てみたいと思います。この間、神宮、初神宮でお会いしたんですけどね。
ね、大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。水槽の中にもサンタクロースやってくることがありますので、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。本日はどうもありがとうございました。